簡単に新年の挨拶をさせていただきます。2023年、新年明けましておめでとうございます。昨年はいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。今年はいよいよ大山総裁生誕100年の、年ということになります。基本的には秋の第13回全世界大会がに向かってね、みんながこう活動を活性化させてというかね、しっかりとそこに向かっていく、ね、全ての行事を成功させるということですけども、皆さんの日常的な道場の稽古、それから各地域におけるね、諸々の活動、全て生誕100年記念というような意識を持って、ね、コロナがあったり、ね、戦争があったりいろいろしますけども、そういうことを一つ乗り越えてね、武道をね、志す者たちがどういう日常を送るべきかということを、今一度皆さんがこの場に立ってる、ね、皆さんが志している道を自覚する、ね、自分に明確化する、そういう年回りだと思いますので、ぜひ頑張ってね、活動していってほしいと思いますし、皆が豊かで充実した年になるように心から祈ってますので、今年1年またみんな一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。おっす。一番前来て、ね、号令入れたりするけど、それは後ろの師範たちがやると。はい、それでは身の子持って、歩みの運動は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、歩み足1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、回して1、2、3、4、5、6、反対、はい、1、3、3、2、3、4、2、3、前後開脚、はい、右回して1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、1、2、3、4、5、6、はい、右足で、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、左足伸ばして右足首、はい、1、2、3、4、5、6、反対、1、2、3、4、5、6、首返して1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、逆正座、頭を据えていくんで1、2、3、4、5、6、8、9、10、振って1、2、3、4、5、6、7、8、後ろ反って1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、足入れて下落ち込み、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、来ていて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、だから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、横に、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、回して、1、3、4、5、6、7、8、9、10、反対、1、3、4、5、6、7、8、9、10、横に、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、振って、1、3、4、5、6、8、9、10、回して、1、3、4、5、6、7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 、8、9、10、回して、1、
四、五、六、上げて、上げて、上げて、おい、はい、左三チン立ち、おい、えい、はい、合掌したから、はい、一、はい、三、四、五、六、一、八、九、はい、十。指合わせで力入れて、よくて、はい、こう合わせて下から、五、六、一、八、九、十、反対、五、六、七、八、九、十、よくて、はい、おれい。まあ、マスクしてるからね、まあ、息苦しくなったら少しこう浮かして深呼吸するとか、自分の体調管理しながらねやってくださいね。はい、正座して、はい、右三鎮立ち、おう、てい、はい、正拳中段突き見ていて、はい、軽くは H、 はい、三、四、五、六、いつも言うことですけど、正しく立って挙動で動く、自分のどこで相手のどこをどのようにして突くのか打つのか受けるのか蹴るのかね、きちっとそういうことを想定しながら反復してください。はい、30本蹴られて、はい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 、丁寧にね、まあ、稽古は几帳面にやらなきゃダメだわね。はい、セーターして2、3チン立ち、おい、てよく足の筋伸ばして、側位に入ります。正体して前屈立ち蹴りの良い手、はい、帯のこもって前蹴上げ、
ていくうちに自分の位置がずれちゃうね、そうしならないんじゃ、必ず蹴り始めたところに戻る、ね、はい、体幹を向いて、はい、顔面かわして、はい、膝蹴り、逆突き、やれてー、はいはい、三、はい、五、六、はい、八、九、はい、三、はい、してたして、まあね、服装を整える、姿勢を整える、姿勢正す、まあ、稽古の中で皆さんもね、そういう、みんなに指示する、まあ、指導するところだと思いますけど、まあ、姿勢っていうのは人間の生きる姿勢だっていうから、ね、姿勢を整えるっていうのはただぼーっと立つんじゃなくて、しっかりとその心を伴って、ね、しっかりと姿勢を整えるし、身だしなみを整えるし、まあ、そういう意識で、ね、常にそういう意識を自分自身に、まあ指導もするし、自分自身自覚、まあ、喚起してるわけだからね、しっかりとそれを意識して稽古に臨むように、また日常の生活に臨むように、ね、まあ、これはある意味極真会館における1年の計、ね、これはこの先だって行った三峯の合宿であり、この1月11日の鏡開き式ということになりますからね、もうこれは大山総裁の頃からずっと続いている、恒例行事、ね、日にちを変えずに、ね、時間もほとんど変えずに行ってます。そういう意味で皆さんが今日、ね、正月にあたって年越しっていうか、まあ、年始にあたってだな、この席に参加したその意義を自分自身にしっかりと、まあ、問いかけて確認して、この1年充実した年を過ごしてください。わかりました、はい、それでは整理運動して稽古上がります、はい、膝を持って1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、はい、ざまして、はい、はい、はい、三、四、五、アイロー反対、はい、はい、三、はい、五、アイロー、で、一、はい、四、五、六、一、八、回して、はい、はい、三、四、反対、はい、三、はい、四、はい、はい、まあ、我々が一般的に準備運動よりも整理運動の方が大事。ね、だから道場では、まあ、これは稽古体系上ね、全体でやるのにそういう今のような形になってますけど、稽古終わった後のこういう体をほぐす、伸ばす、ね、まあ、癒すというかね、そういう作業を怠らないように、ね、道場で怪我が少ないように、まあ、壮年の人にとっては、まあ、疲れを翌日に残さないようにね、最大限注意して、指導してください。また稽古してください。わかりました。道場君、一つ我々は心身を練ります。各法伐の真偽を極めること。一つ我々は礼節を重んじ、頂上啓示そぼろの前を進むこと。一つ我々は生涯の修行を空手の道に通じ、真の道を全うすること。
はい、お互いに礼。おっす。はい、神殿に礼。